んにちは、ハーモニックファームの柳谷です。今日はですね、これを使いたいと思います。さつまいもの、芋づるを植える道具です。僕とさつまいも栽培の出会いは、2年前、その時はまだ、機械も入れてなくて、サブソイラーも当然入ってなくて、水はけがすごく悪い時に、そうですね、40センチぐらいの高畝にしても水はけが悪くてですね、でそしてその時は、半農半 X というか、アルバイトをしながら畑に休みの日に来るということで、あまり手入れができていない頃で、全然育たないうちに草に覆われてしまって、気づいたらさつまいもの芋づるがなくなってたというのが2年前にあって、去年は作ってなくて、で今年、また挑戦しようかなと思ってます。2年前は、品種5種類ぐらいの、苗が10本ずつのセットみたいな、バラエティパックみたいなのを買ったんですけど、今回は一番なのかな、ベーシックな紅あずまを、60本買ったのかな。で、すごいですよね、送料無料とかそういうのでいろいろ調べて、インターネットで調べて、買ったんですけど、そしたらですね、Amazon がですね、僕がさつまいもの苗を検索してたので、これをですね、おすすめに、すごいですよね、おすすめに出てきて、500円ぐらいだったのかな。のでせっかくなんで買ってみました。で、植え方はですね、垂直挿しにしようかと思ってます。そして、支柱を立てて、垂直仕立てというのにしてみようかなと思ってます。垂直仕立ては、植物ホルモンですね、オーキシン、サイトカイニン、エチレン、ジベレリンとか、そういうのが上手に働くには垂直だといろいろと都合が良いと、本の内容を、YouTube でどれだけ喋っていいのか分かんないので、詳しい内容は控えますが、成長点にあるオーキシンがこう、まっすぐ垂直だとまっすぐスッと根に降りてきて、で根で、エチレンだとか、なんだ、サイトカイニンとか、そういうのが、上に上がっていくと、それで、なんていうんですか、こうカーブしてると浪費してしまうらしくて、エネルギーを、そのホルモンのね、なんでまっすぐスッと行くといいよっていう、農法があるので、僕はこれを試してみようかなと思います。はい、それでは苗を用意して植えたいと思います。はい、さて肝心の苗なんですけど、品種は紅あずまじゃーんということで、はい、ですね葉っぱがかびってて、もうこの辺とかは葉っぱ落ちてますよね。落ちてても脇芽が出ればいいのかな、いいはずなので、この芋づる自体が、死んでなければおそらくいけると思うんですけど、そうですね、なんかあんま触りたくないですもんね、この辺とか。はい、どうしよう、どうしましょうね。はい、雨水をちょっと汲んできて、水を吸わせてあげてみようかなと思って、で雨水に少し光合成細菌を混ぜてみたりなんかして、あ、入れすぎたかな、これまあなんかアドリブです、アドリブだけど、まあなんか
体に良さそうですよね。ちょっとかさぶたみたくなってるんで、人間で言うちょっとなんかこう切れ味悪いな。これ切れ味いい方がいいよねと思うんですけど、あれ切れない、どうしましょう。まあ、これで、でもそんなしなしなじゃないんで大丈夫なのかな。なんか切り花みたくここ少し切った方が根元を少し切った方がなんか吸水してくれそうな気がするので、これを全部切っていこうかなと思います。1時間ぐらい吸水させました。ちょっと色ついているのは、光合成細菌、自分で培養したシアノバクテリアをちょっと入れてみました。これは何か読んだとか動画見たとかじゃなくて、まあちょっとオリジナルアドリブですね。まあ中に入ったり表面にシアノバクテリアがついていると、まあいいことがあるんじゃないかなと思います。で、畝が、120ぐらいあるはずなんで、株間30センチ、上間60センチぐらいで、植え付けをしていこうかなと思います。垂直仕立てでは、支柱に葉っぱをですね、くくりつけていくので、葉が横に広がらないんですね。なので、一般的な株間より狭くて OK ということらしいです。はい。で、植えた後にすぐキワキワに支柱を立てます。これはどうだろう、支柱を立ててから植えた方がやりやすいのかな。刺してからこの道具を使うのが初めてなんで、刺しやすいかどうかっていうのもまあよくわかんないんですよね。まあやればわかるか、両方やってみます。これは？どういうこと？これは？どういうこと？あ、これでいいのかな？よいしょ。あ、先っぽ折れちゃった。合ってんのかな？合ってるんですかね？これ、動画見た人が教えてくれても、教えてもらう頃には植え付け終わってますね。はい、こんな感じ。合ってんのかな。支柱を持ってきます。今4本だけ植えてみた感じだと、多分支柱があるとこの
方で刺しづらいような予感がします。これでキワキワに垂直に、あら、さつまいも剥いちゃった。刺すと、さつまいもも剥いちゃったな。はい、そしたらとりあえず先に支柱を場合に、果たしてこれが刺しやすいかどうかですね。あ、運命の、あ、え、支柱の隙間に勝手に入る感じ。こうやってみます。支柱を刺す。あ、でもこれ根付くのかな。隙間やっぱちょっと隣に刺した方がいいかな。お、支柱、あ、どっちかな。支柱が後と先とどっちがやりやすいかですね。どっちでもいいですね。多分どっちでもいいかな。どっちでもいいと思います。なんか特別やりやすいこともないし、やりにくいこともない。垂直仕立てでは、あの支柱を刺すときに、野菜の細かい根が切れても関係ないみたいな感じなんですよね。で、これは根が今まあ生えてないので、どうだろう、茎が折れるようなことがあるとあんまり嬉しくないので、支柱を先に立てていこうかなと今思いました。はい、じゃあそんな感じでやっていきます。で、苗が届いて数数えてないんですけど、確か60だったので数が合ってると思います。まあでもなんかダメになってた苗もあったんで、まあ支柱が余ったら余っただし、支柱より数がもし多かったらラッキーって感じですね。はい、じゃあこれで植えていきたいと思います。角度ついてるんですけど、どっちが正しいんだろう。さつまいも植え終わりました。なかなか
あのボッコでこう押し込むのコツがいるみたいですけど、なんかやってて楽しかったです。であと植えながら気づいたんですけど、実質さつまいもの栽培を初めてやるのと同じ状態で、この垂直仕立てをやると、比較対象がないので、垂直仕立てのおかげで良かった悪かったっていうのが全くわからないっていうことに気づきました。まあ僕としてはうまくいったことがないんで、あの美味しいさつまいもが取れれば言うことはないんですが、まああのどっちの方がまあ手間がかかるかどうか、この場合はお世話するのは、支柱をですね、支柱にどんどん誘引していくっていうだけらしいです、お世話するのは。で、マルチがない場合は雑草はこまめに刈りましょうみたいなことらしいです。まあ、僕は草マルチしてるんですけど、まあ、草は生えると思います。はい、まあそうですね、比較検討とかそういうのもそんなに得意じゃないし、まあこれはこれでいいかなって思います。はい、さつまいもの垂直仕立て、興味のある方、今後のさつまいもの具合が、楽しみな方はですね、動画の高評価とチャンネル登録と、何でした、ベルマークの通知をお願いしたいなと思います。はい、また次の動画でお会いしましょう。よろしくお願いします。